右岸一流堤より望むながら川川口関は、三重県のながら川の川口部に治水と離水を目的に作られた関。ながら川に初めて作られた関であり、この川口関ができるまでは、ながら川は本州で唯一の本流に関のない大きな川だった。元は工業用水を貯めるために計画されたが、計画が30年以上を曲折するうちに、 重工業が差して水を必要としなくなったため、洪水防止に名目を変更して建設が進められた。その建設にあたり、利水や治水の観点から建設を望む声がある一方、長良川の生態系や漁業などへの悪影響などが懸念され、漁協や自然保護団体、日本全国のカヌーイストラなどによって激しい反対、運動が起き、建設の是非をめぐる論争が発生した。 本来の目的を失ったにもかかわらず計画を中止しない建設省の強硬な態度は建設省と土建屋の癒着があったからという意見もある。この論争は単なる開発か環境かという論点を超えて誰がこの問題の当事者足り得るのかという税金を使う公共事業のあり方、河川管理や産業振興、 環境保護のあり方についての論点を提起することにもなった。画像手前の伊比川、長良川合流部に位置する長良川川口関と奥は木曽川川口空撮。ありがとうございます。